どうも、青山様の流法です。ということでね、サナバド2号、ね、まあ、第7ですね、やって作っていきたいと思います。はい。ね、な、ここのね、はい。フロントボディネックに、エアーインテックパーツを取り付けるということでね、はい。こういうパーツがたくさんあります。こちらの方ね、引っぺがしていきましてですね、はい。作っていきたいと思います。おー、細かい部品だね。細かい部分はなくさないようにしないとね。うん、子供の頃よくなくしてね。なくしてね。あーみたいな感じになってましたからね。発狂してましたからね。もうキーボードクラッシャーみたいになってますからね。気をつけないといけません。これをですね、こちらの方ですね。こちらの方の、こんな感じかな。垂れ目ぐらいがこんな感じか。で、こういうのかな。あ、そうかな。こういうのもね、慎重にしないとね、まあ、はみ出したり、あとは、つけちゃいけないところにつけてしまったり、切っちゃいけないところを切ったりしたりするんでね、慎重に見てね、こうやってやっていかなきゃいけません。あと、ここにこうね、全然ボン、番外でやってた。番外でやってた。ここね、ここのところにね、ここね、はみ出ないように、こう、ピエーっとね、やってですね、こういうふうにしてね、こういう感じで、こう入れていくと。おぉ。ここで、ここね、ここのところをくっつけました。ね、見えるかな？こんな感じで。はい、完成！はい、ここ完成ですね。かっけー！かっけー！一人で言ってるわ、かっけーって。はい、次ですね。はい、次は、このね、磁力管の方ですね。磁力顕微鏡1号、磁力顕微鏡車1号を作っていきたいと思います。まずですね、ここのこれをですね、こういう風にします。接着していきます。このちっちゃい部品ですね。ちっちゃい部品ですね。うん。どれかわかんない。これ間違うとろくなことがないんでね。こうか。こうか。これでいいのかな？こういうとこ作らせてくれるっていうのがいいよね。この、なんでよ。ね。なんか、あ、こういうとこ作らせてくれるんだ、みたいな。ね。造形的にこう、多分こう、金型で組んじゃったら、こう多分ね、この、工程はいらないと思うんですけど、これを作らせてもらうっていうのが嬉しい。女子には分かんないかも分かんないけど、そのめんどくさいことよくやってるよね、あんた、みたいな。そんな暇があったら、ちょっと働いた方がいいんじゃないのみたいなことをね、よく奥さんに言われてますけどもね。いや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 、これがいいんですよ、みたいなね。こうか。このはまり具合もなかなかね、醍醐味です。どういうふうにはめていくかっていうのがね、やっぱ分かると、おお、ドンピシャ来たみたいな、このね、どこにくっつけるんだっていうのもね、大事なところになってきますからね。本当でもね、子供の頃ね、サンダーバード欲しかったわー。リアゴツニーってすごいとこついてきますね、これね。うん、アッパーシャーシ、完成できました。こことこことね、こことこことつけたんですけどね、今ね。でですね、前後でやったやつをですね、ここに、もう入れていいのか？もういいのか？問題ないか？ここは、ここ、こういくんだよね。おー。おー。おー。できた！できた！てて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 
ご機嫌だぜ。いやもうね、これ作ってる時がね、一番ね、でもね、なんかいろんなこと忘れられていいかな。うん、そう思いますね。これを後ろからパコンと入れ、パコンと、おお、入った、入った。後ろのお尻の方もできますね。次はですね、コックピットブロックですね。コックピットブロック、これか。おお、かっけえ、これかっこいいわ。1号ってちゃんと入ってますよ。はい、ということで。ね、こんな感じでね。次はですね、これを上につけるのか。こういうふうに、こういうふうにつけるのか。もうね、あの、動画、動画撮影、そっちのけで楽しんでますよ。いや、ほんと楽しいね。おですね。ああ、こんな感じです。で、あとはどこ？あと次こっちか。今度また、お、これも組み立てるんだね。これも、ああ、なるほど。これも組み立てさせてくれるのか。これは嬉しいね。おお、いい感じだ。あ、いい感じ、いい感じ。で、ここまでできて、次はこれか。これで、これか。これをはめ込むだけ。切らな、接着しなくていいのか。いい感じだね、チャンバもう、ここ入っていく、ここ入っていくのか。ここ入っていくのか。なるほどね。ドンピシャに入っていくの、造形っていうか、すごいね、やっぱりね。ここ部分つけなきゃいけないんだ。忘れた。はみ出るか。あ、はみ出た。まあ、いいか。ここだいぶはみ出ちゃったけど。こんな感じかな。部品がまだ余ってるぞ。え、これどこ？このちっちゃいのどこ？え、どこどこどこ？このちっちゃいのか。ここか。ここか、やばいな。ちっちゃいやばいな。ボンドはみ出まくりだな、もう。私こんなのもう許せなかったんだけど。年だね。もうこんなもんかってなってるもんね。完全に。アンテナは前向きに倒れてるんだよね、これね。
なんか後ろ向きっていうイメージあるけど、前向きなんだよ。ここら辺がすごいよな。押してるから。前向きね。こんな感じで。昆虫みたいですね、ここら辺ね、やっぱりね。うん、こうね、やっぱりね。完成しました！やったー！できたぜー！で、昆虫はこんな感じです。それでは皆さんごきげんよう。